はい、昨日皆さんからすごいメイクを褒めてもらったので、今日はそんなメイクにできるようにやっていきたいと思います。今からリハーサルです。ちょっと声濡らしていきます。チェックめちゃくちゃ可愛くない？そう、これ可愛すぎて、そうで私欲しかったんですよ、めっちゃ欲しくて、だから出遅れて、え、悔しいと思ったら、まさかのファンの方がプレゼントしてくれました。これめっちゃ可愛い。私ね、これもう一色持ってるの。そう、もう一色持ってるんだけど、それは去年買ってめっちゃ可愛いの。それも私が今着てるやつ。え、これ可愛くない？これ可愛いよね。だからこれ去年バージョンで、これ今年なんだけど、ちょっと違うけど、そう、去年これめっちゃ使えて今年も使えるから、じゃあ今年もね買おうと思ったの。出遅れちゃってけど、もらいました。はい、なんてとこのですか？だって、ジーナシスっていうブランド、福岡だとソラリアにありますね。はい、今は保湿をしています。寝てた2時間くらい昼寝してたかも。2時間くらい寝ちゃってました。はい、寝ちゃってたよ。お休みタイムでした。病院がさ、連休明けだからかめっちゃ混んでて、そう、超悩んで並んで、うん、めっちゃ持った。だからボン茶を買って帰りました。2時間くらい。はい、いい感じです、はい、やばい、部屋の掃除したいんだよね私、汚くて今。でもさ、部屋の掃除をするさ、なんか寝ちゃうんだよね。はい、ちょっと待ちます。その間にミュージックをやります。ラーメン食べましたか？食べてない、食べてない。食べたいなと思ったけど食べてない。こんにちは。だってこんにちは。
ちは。いい感じで、次は何するんだっけな、ちょっと待ちます。もうこんな時間、2時半、3時半、遅くとも4時にはショールーム終わらせたいです。はい、なんか1時間半終わると思う。髪までしたい。でも30分でメイク終わると思うから、ニキビができた、久々に。30分で終わると思うから、1時間くらいで終わりそうな気もする。1時間半もしてくれるんですか、だってでもみんな忙しいでしょね。まあなのでのんびり配信していきたいと思います。はい、だいぶいい感じなので、やる気ください。だって私にもやる気欲しい。ちょうだい。でもなんかね、一個楽しみ作るといいよ、めっちゃ。なんか一個楽しみ作るとそれに向けてそう頑張ろうって思えるから、私は結構今の楽しみは、私仕事で楽しみ、プライベートの楽しみを、なんだろう、めっちゃさ、どこかさ、何、なんかお出かけとかさ頻繁にさ行けないからさ、プライベートの楽しみを作るのも難しいんですけど、私だから結構仕事の楽しみとかモチベーションを作るタイプで、で最近だったらノーパラがすっごい楽しみだから、そのノーパラが今月末終わるかなみたいな。でも楽しみな仕事がさあるってすごいいいことだなってめっちゃ思います。だからやる気はもう自分で作るものだなと思いますけど、それでも私も頑張れない日はもうしょっちゅうあるので、そういう日はなんかもうあれですね、なんか無理しないとか、チョコ食べるとか、なんかちっちゃいモチベーションとか、なんかそういうの作りますね、私はね。難しいよね、そこら辺って。モチベーション、確かにモチベーションって難しいよね。だから私は最近月に1回すっごい楽しみな仕事があるから、そう、例えば8月とかだったら、まあ、夏フェスとかが楽しみだった。で9月は中洲ジャズの収録が楽しみだったですね。そう皆さんのオンエア日は10月だったけど、収録自体は9月だったので、そういうのも含めてこれに合わせてコンディション作っていくっていうのがすごい私楽しみだったんですよ。で10月はもうずっとね、あれなったラジオ聞かないとの公開収録が楽しみで楽しみでとか、あるか、なんか月に1回そういう自分が楽しみって思えるお仕事があるから頑張れてましたね。
で言うと今月あのバラがそう5期生と一緒に作れるのがそう嬉しいなって思ってますね。そうそう、けどめっちゃ楽しみにしちゃってる分ちょっと終わった後が燃え尽き症候群みたいなのになりがちなのもある。なんかだから難しい。めっちゃだからな、劇場とかもなんか10月とかはあんまりなかったから、そう1回1回が大事でしたね。そう1回1回が大事でした。ほんとよし、次はがっつりクマを、そういう時は寝ますだって。あ、睡眠も大事かもね。劇場が楽しいだって。よかった。でも劇場っていうさ、場所があるからさ本当にいいなと思う。私は元気ない時とかそう劇場でファンの皆さんに会うとわーってなんかあーってなる。頑張ろうって。なるよトントン。他の目撃者当たりますようにだって。あ、当たり、そう再募集になった今で。当たりますように。この時間みんな忙しそうだもんね、少女の。でもさ、今日終わりがさ、そう決まってなくて、何時になるか分からんから。早めにしとこうと思ってこの時間にしちゃいました。すみません。すごい肌が綺麗になりました。なんかニキビの予備軍ができているので嫌な気持ち。超なん か白すぎ、ちょっと白すぎちゃったかな。でもそんな下地塗ってないのになんかめっちゃ白いですね。いつもと違うの塗ってみよう。あまり使わない。ノーパラリハですか。イエス、ノーパラリハです。ちょっとやってみたかったのでやってみよう。なんかリハーサルでもカメラが回るのでわかんない。奥さんみんなメイクしてくるのかな、わかんないけどさ、みんなメイクしてきてさ私だけスピネスだとさあれだから一応私も知っておこうと思って。あとなんか写真撮りそうじゃない、みんなでなんかノーパラ来てねみたいな動画とか撮りそうとかって。
ょっと変かも。なんかめっちゃ揚げ物食べたいな私。揚げ物食べたい。なんかさ、チキン南蛮とか食べたい。チキン南蛮食べたい。なんか唐揚げとか、なんかとんかつとか、揚げ物食べたい。最終学の生写真ゲットできました。え、ありがとう。大木さんのバニーですね、大木さんの。はい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 。なんかさ、内側にさチークとか仕込んでみたら可愛いかなと思ったけど、どうなんやろ、はい、お友達と昨日の公演の後に、串カツを食べに行きました。田中、串カツ田中、違う、串カツ田中にいた時さ、そう、私はね、でも成人してるので、あれをガチンジロみたいなのあるじゃないですか、あれをさやるんだけど恥ずかしくてさ、でも店員さんがぜひぜひみたいな、恥ずかしい、あれ回してさめっちゃ恥ずかしい、あれすっごい恥ずかしい。なんかボールの中でなんかこうサイコロを回してゾロ目が出たらみたいな、そうで、逆に何かが出たらなんかメガジョッキとかなっちゃうんですよそうっていうのがあるんですね、その店。まあクイズにもありますよ、串カツ田中。そう、私はよく地元の友達とそう帰った時とかに行くことが多いんですけど、なんだっけ、無料になることもあるんだっけ、なんかいろいろあるよね。そうそう、メガになっちゃう、メガになる、ゾロ目、ゾロ目とかなんか足した数だっけ、そう、なんかそんな感じだった気がする。最近さ、前行ったのはでも、もう5月とかだった気がするから出ないけど、何かがねめっちゃ美味しかったんだよね。何が美味しかったんだっけな、串カツ田中。みなちゃんも行くんですね、だって行きますよ、私居酒屋好きですよ、はい、行きます。全然鳥貴族とかも行きます。福岡は焼き鳥屋さんは本当に美味しいお店がそう多いから、わざわざ鳥貴族行こうってなんないけど、そう実家とかに帰ったらそんなに美味しい焼き鳥屋さんがないんですよ、全然ない。だから鳥貴族とか行っちゃうけど、
ダントツで福岡の焼き鳥屋さんもうめちゃくちゃうまいもんね。本当に本当に美味しい。そうだから福岡にいたら鳥貴族行くなら他の焼き鳥屋さん行きたいなってなるけど、鳥貴族も美味しいから好きだけど全然他のお店でも、あ、フラッと入ったお店とかでもなんか美味しかったりするから、え、最高やんってなる。でなんかそういう店知ってるとさ、なんかあ通やなってなって嬉しくなるから、ちょっと気になって行ってみたりもする。はい、ちょっとなんか眉毛が濃くなりすぎたかもしれない、失敗。こんにちはだって、こんにちは、失敗。続いてアイシャドウを塗ります。プリキュア大阪に行ったら行くくらい行きましたって。大阪にまず行きたい、私が大阪行きたい、京都も行きたい、大阪、関西行きたいかも。うん、関西行きたいな。今日はちょっとめっちゃ薄めにしてみます。二重幅とかも薄めにしてみます。本当に次の5期生の旅行だって。次の5期生の旅行は私は熊本を推薦しますね。はい、熊本行きたいなって思う。なんか私がシンプルに行ってみたい、あんまり行ったことがないから、仕事でしか行ったことないから行ってみたいってだけなんだけど、なんか空気が美味しそう。熊本、熊本に行きたいなか広島。はい、広島も行ってみたい。はい、もう気になります。あと熊本の温泉、前もなんか最近話した気がするんだけど、もう気になる。うん、めっちゃ気になる。自然を感じたいだって。あ、そうね、自然感じ、長崎でもありだな。なんかでも九州のは結局行きやすそうっては思います。でも広島だったらワンチャン日帰りもできるみたいな話をファンの方から聞いたことある。そうそう、全然なんか広島だったらまあ一泊はした方がいいけどみたいな、そういうの聞いたらさ、なんか気分転換とかで行ってみたいなって思います。
で私ね新幹線の乗り方わかんないんだよね。そうそう、なんか仕事でしか乗ったことなくて、で家族とかで旅行とかもあんまりしなかったから新幹線でね、新幹線仕事でしか乗ったことなくて、そうなるとさマネージャーさんが全部やってくれるんですよ。でなんかもうチケットはあなたはリノディはこれですみたいな、だからめっちゃなんか不安になる。飛行機ならそう空港わかるんだけど、新幹線ってなんか博多駅行くとさいつも並んでないの、緑の窓口のところらへんいつも並んでるんだけど、こんな毎日並んでるのって思う。広島は新幹線で1時間ですだって。そう、1時間ならめっちゃいいね。めっちゃいいね、いけそう。スマホ一つで乗れますだって。めっちゃ気になるな。昨日の博多駅だって、そうそうそう、めっちゃ混んでたんですよ。でびっくりする、びっくりした。まあでも飛行機も混んでるって言われたら混んでる風に見えるのか。見えそう。できた。ちょっとここだけ茶色くしよう。昨日は熊本から博多を新幹線で移動しました。あ、劇場に行ったのかな。めっちゃいいかもしれない。ひのりの次のお休みはいつですかだって。私の次の休み、私の次の休みはいつだろう。私の私の次の休みはでもなんか毎日入ってるから18とかかな。次18日って書いてるね。18日です。2週間後。でも昨日休みだったので全然。しかもさ今日とかだったらさ夜からだからさ、そう全然昼間とかは行けるかなんですけど、だから1日休みがあれだよね、ないよねってか。でもこれは今回はあのノーパラと周年があるからこうなっただけで、そうじゃなかったらだってコンサートリハとかなかったら、あでもその分劇場出るがあるのかもしれないけど、でもこれは
俺だと思うけど。逆にさ、今日とかは5期生以外は多分みんなほとんどお休みって形になるからさ、劇場もないから、まあ、個人の仕事があったら、まあ、そうだけど、5期生がめっちゃ今週は動いてるって感じなんじゃない？それで言うと一緒のスケジュールって感じ。まあ一個の公演するからね。そうだから劇場もないってなと思う。そうそうそう、はい、まつげします。しなくていいかなと思ったけどします。終わったりとかしたらちょっと余裕ができるのかなとかは思うんですけども、もう今はそんなにかな。だからその広島とかが1時間でね行けるって話を聞くと、えちょっと行ってみたいかもってなる。1日とか休みだったりするとね。そうそう、でもね HKT のね11月から10月の後半は私入ってもう5年6年経ったけど、毎年こんな感じ。11月10月は、うん、毎年こんな感じ。私こうかな。私これでやってたっけ。周年は毎年決まってるからね。しかも5期生はさ、周年の日がお披露目日。そうだからやっぱ思い出深いよ。思い出深い。できた。はい、反対まつげもします。ちょっと耳が痛くなってきたのでこのくらいでします。だだだ。私劇場では周年やらないのかなって。シーランペッタンゴリラ。本当に知らない。やんないんじゃない？わかんないけど。劇場でやらないのはやらないで寂しいなとは思うけど、結構コンサートで盛りだくさんだからやんないのかな。
早くファンの人にスケジュール出してあげてほしいよね。まず今だってまだ11月のなんか途中までしか出てないんでしょ。でもね、怖い話ね、私も知らないんですよ。私たちも公演があるのかないのか、そのみんなが知ってるところまでしか。そうだからみんなと同じ気持ちです。どっちなんだいって感じです。ほんと分かんないんだ。やれやばい、まつげがもう今日2本抜けた。何話そうと思ったんだっけな、何話そうと思ったんだっけな、忘れちゃった忘れちゃった忘れちゃったからいいや。あ、思い出した、ポータマ、ポータマ食べたい。ポーク卵おにぎり、ポーク卵おにぎり食べたい。たま、私が好きなポーたま、この RKB のところにできたんですよ、ポーたまがね。できたんだけど、そうまあさ、遠くて熊が、あいてみよう。もてっちゃんありがくまもん、かずさん、としさんありがとう、ガスさん、ハリー、かずさん、なつきくん、おかもありがとう、ウィンパディ、ききちゃん、まいちゃん、きどちゃん結婚して、トマンさんありがとう、ゆたパパもありがとう、としさんもありがとう。私の声って寝そうになってました。寝るな寝るな。でも私もさ、なんか自分の声聞いてさ眠たくなる時ある。え、なんで、はきはき喋った方がいいのかもね。ありがとうとか言って、そうそう、なんか、パキパキ喋った方がいいかな。難しい。ハッピーな一日確定しましたって。そんな。ありがとうございます。もうちょっとでできます。
お腹すいたな。お腹すいたな。なんかさ、ご飯食べていかないとさ、お腹すいてリハ中集中できなくなりそう。え、チョコとか買ってっとこう。私チョコとか買ってっとこう。おにぎり食べたい。おにぎり、おにぎりも買っていこう。タピオカじゃお腹いっぱいになりませんかって。え、タピオカはね、別物かもしれない。飲み物って感じ。でもタピオカでお腹がいっぱいになる日もあるんですよ。タピオカがお昼ご飯代わりみたいな日もあるんだけど、もう今日はめっちゃ食べたい。パスタの大盛り？ええやん。ええやん、ええやん。はい、できました。続いて。お、ちょうど目標の時間くらいじゃない？私がこのくらいの時間に終わりそうって言ってた時間。ね。はい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 。30分くらいでメイク終わりでしたもんね。お腹すいた、お腹すいた。しました。え、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。フォローしました、ありがとう、ありがとう。今フォロワー何人いるんだろう。結構増えつつあるのかな。分かんないな。もう一生懸命鼻にチーク塗ってます。え、あ、やば、みんな来たよ。なんだっけ、私なんて言ってたんだっけ、このあれ、こんにちは、なんだっけ、なんて言ってたんだっけ。私久々に3時になって、こんにちはミッションだっけ。ねえ、なんて言ってたんだっけ。久々にこの時間にした。こんにちは、こんにちはタイム。
みんなこんにちは。すごいすごい、今日も人がめっちゃ集まってくれてます。こんにちは。みんな、私のファンの皆さんどこって感じなんだけど、すごいすごいすごい、めっちゃ人気者になった気分。みんなこんにちは。そう、3時になったらね、みんなねこれやるんだよね。ね、面白い。こんにちは。こんにちは。久々に3時とかにしたからかな、めっちゃ久々に感じる。これこんにちは。りのちゃんこと坂本りのです。今はお仕事に向けてメイクをしてます。こんにちは。そうそう、なんかわーちょっと濃くなりすぎたかも。なんかショールームしたらいつも濃くなっちゃう。画面で見たらめっちゃいいんだけど、近くで見たらあらって感じ。3時からね変わるんだよね。そのでだから私たちの言う12時24時がショールームで言う3時なんでしょ。ここから変わってくんだよね。でこれをこんにちは言うと1個ミッションが OK なんでしょ。できました。りのです。いつもとリップ変えてみた。髪やってこっかな。こんにちはだって。こんにちは。あ、かわいい。これアボカド？ありがとう。アボカドが降ってきた。私ねアボカド食べれるようになったんだよ。アボカド食べれるようになった。あ、待って、お花かもしれない。待って待って、今のやつあるか、もう一回送って。え、アボカドじゃなくてお花かも。え、今のアイテム誰が送ってくれたの。カズさん、タカヨちゃんありがとう。ブルーウィング、シラミフライ、ユカリンちゃんありがとう。キキちゃんありがとう。
あ、これこれ、ねえ、アボカドに見えないこの緑の花。ねえ、面白い、ありがとう。誰が送ってくれたんだ、めっちゃアボカドに見えるんだけど。アボカドが降ってきたと思った。あ、新しいやつじゃないこれ。やばい、私めっちゃ毛切れてるんだけど。え、ね、やばい、私ここの毛これしかない。あとみんなこんな長いのに。え、見て、え、私こんな毛しかないんだけど。じゃあ後ろがやばい。うーん、髪切りたい。切れちゃったんですね、きっとブリーチしちゃったから。成長が遅いんじゃなくて髪が切れちゃったんだと思う。あ、ポップコーンだ、ありがとう。ポップコーン食べたい。チョコマーティーでよ、君が大好きな。あ、アボカド降ってきた。お花かな。すごいすごいすごい、ちっちゃい子がいっぱい。え？ねえ誰？最高って送ってくれたん誰？ありがとう。なんか人が来すぎて私アイテムが読めなくなっちゃった。さっきの人がいっぱいこんにちはミッションで人来すぎてなんかアイテムゼロになっちゃったんだけど。みんなアイテムありがとう。じゃあアイテム反応していくね。なんかバグっちゃってるよ、ショールームのアカウントが。タカさん、タワーありがとう。タカさん
いつ投げてくれたの？ありがとう。今書くね。よいしょと、よいしょと。なんかさ、人が来すぎてさ、アイテムがさ、全然さ、読めない、ないんだよね、今。アイテムボックスのところにさ。ありがとう。ごめんね、気づくの遅くなっちゃってたんかな。ごめんね。よいしょ。暑い、なんか。ありがとう。もう11月今。11月。15月って書こうと思っちゃった。タワー。ありがとう。ありがとう。はい、ちょっと一回外そう。はい、ねえ、前髪しとけばよかった。ちょっと完成したら後でさ、もう一回すんね。ありがとう、タカさん。カシャカシャだってありがとう。ちょっと急いで髪を完成させて、あと前髪をしたいことに気づいたので前髪をしたいと思います。って思ったら前髪の水が、私ってなんでこんなすぐ物なくすんだろう。前髪の水がなかったので濡らしてきました。私ほんと部屋の掃除しないと、今さ部屋が荒れ果ててさ、でこの前ゆえるちゃんと話してたらさ、部屋の汚さは心の乱れだって話をしてて、確かにってなって、かけます。
はい、OK です。そう、部屋の乱れは心の乱れっていう話をして、リハーサル期間中ってなんかそういうの起きるよねみたいな話になって、確かにとなるから、でなんか毎日ね明日しようと思っちゃうの、部屋の掃除。そう、掃除機とかしないといけないのに。さすがにさ、食器とかは洗うけどさ、だから今髪の毛まっすぐし終わったらもう完成だから、したら家出るまでまだちょっと時間があるから、なんか掃除しようかな。そう、掃除してから家出たいなって思うんだけど、掃除しなきゃですだってね、一緒の人がいっぱいいる、本当に掃除しないとだよね、本当にそうだよね。本当にそうだよね。でも洗濯はね頑張ってやってるんですけど、その洗濯をこう私こう畳むのはまあ好きなんですよ、干すのは好きじゃないんだけど畳むのはまあまあ好きで、なんだけどさ、そのなんて言うと思ったんだっけ、そのまた元通りの場所に戻すっていう作業がめっちゃそう苦手で、そうだからその場で、ね、リビングに置きっぱなしにしちゃうんですよ。あー、そうするとさ、でもさ、それもなんか便利なこともあって、リビングの置きっぱなしにすると取りに行かなくていいっていうそう、その中から靴下とかさ選べ、バイキングみたいな感じでさ、そうそうすればいいからさ、そういうのもあってさ、なんか最近はリビングに並べるっていうことをさハマっちゃってさ、だからそのクローゼットに運びに行くのがこうめんどくさいから、そん中から取るみたいな、でまたそれを洗濯して、でまた畳んで、そこからだから同じものしか使わないみたいな、そうあんまりそのボックスから出してない、でも直さないといけない、これはニノに良くないよって思うので、めっちゃまっすぐなりました、こんなことを言っていたら。え、またタワー立ったの、ね、私本当にごめん、本当に見えないの今日、さっき人がいっぱい来てからアイテムが動かなくなっちゃう、え、誰ですか、ちょっと名前教えてほしい、タワー、タワー、え、ハリーさんありがとう、ハリーありがとう、ありがとう、ありがとう。まだ仕事の時間は大丈夫そう？ありがとう。書いていくね。じゃあ今日はひらがなハリーバージョンにしましょう。え、ありがとう。
みんなギリギリまで見ましたって。ありがとう、間に合った。はい、あ、これこれやだ、これやだ、これやだ、危ない、危ないこれやだ、ちょっと待ってね。はい、ちょっと待って、前髪がね、はいはい、もう危ない、今こんなサザエさんみたいな頭でスクショタイムする、なんかさ頭にさなくて感覚が。頑張ってお仕事ありがとう。見てるかな、ありがとう、よかった、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。私の目標は30分に終わりにしようと思っております。はい、で今日は夜は配信はしないと思ってて大丈夫です。もしかしてあんまり疲れてなかったな、あ、ちょっとするかもしれないけど、まあお昼配信できたのでしないって思っててもらえたな、ゆきです。はい、迷う。明日の配信は、明日の配信もこんな感じかな、なので明日の配信はまた今日、あ、でも今日よりちょっと早いと思う、今日より早いくらいの時間に配信始めたいなと思います。なのであ、1時とかですくらいかなにしようかなと思います。このあ、またアボカドが飛んできました、ありがとう。明日はお仕事ですとか、なので皆さんは見れそうな方はぜひ見てください。でもこの時間の方が多分のんびり配信できるので、そう、このリハ期間はこの時間にしたいと思います。で、一旦3日間だけなんだよね。そう、今日が1日目です。1日目、え、でもさ、私もさ、なんか、まあ、一応 V はね一回全部見たけど、なんか何を覚えて言っていいのか分かんなくてそう、なんか何したらいいのか分からんくて、とりあえず見ただけだから、今日やってみてすっごい大変だったら、そう、明日さちょっとさ、もうちょっとちゃんとさ、なんか覚えていかないといけないし、なんか分からなすぎて、なんか髪明るくなったね。だからちょっと今日は
頑張っていきたいと。くしくし当たった。そう。どんな感じなんだろう。様子見だって、様子見。まあでもね、なんか何かとね、このノーパラをやっていない期間で、そうなんか踊ることも多くて、5期生のイベントで例えばキーナ脳内パラダイスやったりとか、クリスマスがいっぱいは毎年クリスマス公演でするでしょ。だから覚えてるの。まあシアターパイレーツとかはちょっと忘れがち。あ、でもシアターパイレーツも私去年の周年でやりました。そう、周年でやったからやったでしょ。で、気になる転校生もなんか2期生さんと一緒に混じってやったりしたの。そうだから、なんかめっちゃやってないのって、片思いの卒業式もこの前コンサートで歌ったから曲わかるじゃん。だからアンコールくらいがちょっと本当に、花とちりはこの前木島のフェスでやったからいけるけど、バージンラブと K セカンドメドレーくらいがちょっと頑張んないとなって感じ。そうだから結構ね、やってるんですよ。なんかさ、前髪がさ、うねうねしてるんだけど、前髪切ってもらわなかったの。だってこの前の公演ね、ポニーテールしたから、そうポニーテールしたから、ポニーテールすると髪がこう上がるからね、あの切らなかった。私なんかあんまりさ、前髪がさ、こうなってるの、こういう前髪、こうなんかこういう前髪似合わなくて、なんかこう目のこのなんかギリギリらへんに前髪が、まあ、ちょっと印象は良くないかもしれないんですけど、このくらいの感じの方が似合うんですよ。だからポニーテールとかで切っちゃうとポンってオンマユみたいになっちゃうから、そう、あの日は切らなかった。だから今度切ろうねって言われて、今週の土日、私そう公演だから、その時に切ろうって約束をしました、メイクさんと。だからそれまではこの長前髪と一緒です。これ、この子と一緒です。ちょっともう長すぎてさ、負けないんだよね。そう、負けないのよ。ポニーテール可愛かったら、え、可愛かったでしょ。なんかさ、抱きしめられたらだったからさ、下ろしてた方が可愛いかなとか思うけどさ、結構さ、なんかお姉さんっていうか、なんかさ、大人っぽい曲やん、あれ。だからなんか上げてた方がなんかいいかもとか思って、結局いつもお団子とかしちゃうね。お団子とかポニーテールとかしちゃうちゃうのです。なんかああいう曲ほど上げた方が可愛いんじゃないかなとかも
思っちゃうのです。そんなこんな言ってる間にちょうどぴったし30分完成しました。完成しました。こんにちは、だってこんにちは、こんにちは。今週は、土曜日が逆上がり公演で、日曜日が目撃者公演です。はい、トントン、できちゃいました。はい、できちゃいました。お疲れ様です。髪が最近はパサパサするのでオイルをつけるって言います。できたー。皆さん長い間お付き合いいただきありがとうございました。おかげさまで完成しました。やったー。ほら、私のもうアイテムが松山さん、ポケさん、ブルーウィングさん、あらびきさん4人になっちゃってる。ねえ、ノーパラリハ行ってきます。頑張ります。みんなありがとうって感じです。なので明日の配信もお昼からしようかなって思ってます。お昼からです。お願いします。はい、ではランキング見たいと思います。13位がはじむっち、12位がスモークタン、11位がゆうたパパ、10位がかっさん、9位がアイリューパパ、7位が8位がカズさん、27、7位がトシさん、6位がトマさん、5位がオカモ、4位がミカリンちゃん、3位がてっちゃん、2位がタカさん。タカさん、ありがとう。タカさん、そして1位がハリーでした。ありがとう、ハリーでした。間に合ったね、ギリギリ。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。みんなも見てくれてありがとうございました。長い時間私が完成しました。今日はこんにちはミッションもあったので、いろんな方が来てくれて嬉しかったです。では私は頑張っていきたいと思います。バイバーイ、バイバーイ。メールとあとチャット送ります。バイバーイ。ありがとう。切ります。